どうも、こんばんは。俺みたいな人間が今度できてええんかいう話もあんねんけども、皆さんもご存知の通り、俺の YouTube や SNS がことごとく邪魔されております。今日はね、ここに出るということは、俺は言葉に対して歯止めを聞かさんでええって立花さんから聞いてるから、とにかく思ってることや、おかしなことを全部喋っていこうと思ってます。もうみんなも知ってる通り、俺は今 YouTube 上で、楽天の三木谷氏と、喧嘩してます。こちらが一応ね、気持ちを使って、イニシャルということで話をしたけども、自分からウクライナ人とパーティーしたら何があかんねん、言うて。もう頭おかしいんですわ、あのおっさん。パーティーしたらあかんなんか一言も言ってへんがな。なんで未成年者のウクライナ人入れたり、わけわからんウクライナ人の女性だけを呼んでパーティーするのか意味わからんよ話を、それに対して説明せえ言うとんない、あいつ。何かしらのね、この2、3日海外飛び寄って、Google 本社行ってるのか何しようか知らんけどやな、人の SNS を潰すことばっかり考える前に、お前ちゃんと謝罪すること考えろ、カス。と思ってます。YouTube でできひんからね、こういうとこ使ってやらせてもらうと何もできないですわ。俺はね、いろんな話こいつに関して聞いてます。ローラをね、CM で使った時に、ローラが、彼のね、アメリカの家に、別荘の家に遊びに行って、みんなでピザ焼いたりして食べたらしいですわ。その時の写真を撮るのに、ローラが取り出した携帯が iPhone やったんですよ。その iPhone やっていうことだけでブチギレですわ、三木谷は。お前、楽天モバイル使えやと。土下座まがいの謝罪をさせたらしいです、ローラに。どう思うこれ。お前、器ちっちゃすぎるやろ、お前。おちょこもないやないか、器、お前。お前の器はないんや。俺、ほんまにね、こいつね、YOSHIKI さんにも同じようなこと言ったらしいですわ。ええやんけ、別に普段使ってる携帯が iPhone だろうが、なんでも iPhone が売れとんねんから、お前。楽天モバイルなんか使ってる人間ほとんどおらんやろ。お前のとこの社員だけじゃんか、まあ、その向かってんの、お前。それぐらい頭悪いです、このおっさんは。六本木のレックスというところで、マスター、タカマスターという、いわゆるアテンダーの人間を使って、ガンガンに未成年の、白人をかわしてます。まあ、売春ですわ、いわゆる。そんなことすらも、世に出ても警察も調べようともしないし、三木谷を自由に動かします。既得権益の前でね、あぐらかいてるただのゴリラ。ね、もう胸筋もない、半分乳首が出てるような格好で写真出てたけど、もうこんなおっさんがね、日本の経済支えてるのって格好悪すぎる。海外の金持ちや海外の企業家、みんな格好ええやん。俺、悪いけど、ほんまにこの選挙、10日の日に終わったら、三木谷、お前、とことん言ったるからな、俺。だいぶこれでもの言えるから楽やけども、俺は立花さんから別にね、選挙の話をせえとも言われてません。ただ、俺がムカついてることを全部喋らせてもらってる。三木谷。今、俺我慢せんぞ。お前が俺の YouTube や Twitter やね、制限かけてるの分かっとる。全部我慢しとんねん。悪いけど、敬語なんか使えへんで、お前。関西弁やこっちは言いたいこと全部言わしてもらうわ。関係あるか、お前。俺、このニコ生に対して一番納得いかんのはドワンゴがやってるってことや。ごめんやで、ドワンゴさん。でも、あんたんとこが FC2 の高橋さん追い出したことは全部分かっとんねん。高橋さんに一本電話か謝りの電話入れろ、カス、ほんま。そんなドワンゴがやってる、ニコ生に出るのは俺としてもどうしても許せない部分はあったけどもやな。自分とこのヴィッセル神戸、楽天イーグルス、私物化してる、爆弾岩男の三木谷に対して物言えるか出てきたんですわ。だいぶ神戸でも嫌われてるらしいな、三木谷。聞きたい。春子さん、里奈ちゃん、康介君やったかな、息子さん。あんたらは自分の親父のことどう思ってんの？未成年の白人を、六本木レックスで買いまくってる自分のお父さん。どう思ってるんですか、奥さんも。そんなやつを旦那に持って、そんなやつをお父さんに迎えて、俺やったら恥ずかしいと思いますわ。何回も言うてるよ、ハルコさん。株式50%持っとんねんから。
もうよろしいやろ、一回旦那切ったら。あれもう無理ですぜ。どうあがいても。無理。性癖やから治らんわ。絶対治らん。いろんな業界の人間に散々嫌われてバイバーしか使えません。ふざけんな、お前、カスお前は。バイバーなんか誰が日本で使ってんの、お前。海外行きたいのなんか知らんけど、お前みたいなやつが海外行ったら恥じゃただの、お前。器はおちょこしかないのに何しに行くね。謝らすか、そんなことで女性タレント。ローラめっちゃいいやつやぞ、あいつ。その人間を iPhone 使っただけで謝らす。ほんまにカスみたいな人間やと思いました。こんな人間が日本の経済を支えてると思うとゾッとします。あ、もう支えてもないか。楽天モバイルで大失敗したもんな、お前。もうね、辞任しなさい。奥さんに任し会社。まともな感覚を持ってる方が会社をやってくれるんやったらええけども、こんなただのロリコン親父が会社を私物化して回してたら、日本はぐちゃぐちゃになるよ、ほんまに。俺はだからこんな、わけわからんやつがのさばるような日本を絶対にぶっ壊して変えたろう思てるから、みんな見たいやろ。既得権益のようにあぐらかいてるやつが、ふんどりかいてるやつが引きずり下ろされる姿見たやろ、お前らも。そんなやつら応援しても何も楽しないやん。ちゃいまっか。頬杖つくな。頬杖つきたくなるぐらいムカついとんねん、こっちは。まあロリタニ、やだなやな、お前。そういうやだな、どんどんつけたってくれ、この顔面は男に。ね、何を精神的に、女の子口説くのも要請みたいなこと言うてるのか知らんけど、お前に肩入れしてる人間、芸能事務所の社長も含めて、選挙あったら全部実名で叩いてたるからな、お前。ええー、ね、ロリタニ、ロリタニ、最高や、ロリタニ。ロリタニみたいな人間が日本の経済失脚とは日本終わるぞ。未成年集めてパーティーかましてるやつなんか絶対あかん。各タレント事務所の新人の女の子を食い物にしてるやつなんかぶっ潰さなあかんねん。久しぶりにムカついてるわ、こっちは、お前。ずっと YouTube で我慢しとんねんから。10日の日、絶対俺は受かったる。受かったらロリタにお前徹底的に叩いたるからな、お前。お前にここまで立てついた人間おらんる、今まで。やったんど。あと最後、ドワンゴ。一本の目から高橋さんに謝罪の電話入れとけや。それで俺も二度とドワンゴの戦うから、高橋さんに謝罪せ。日本のくだらん既得権益の上にあぐらかいてる奴ら全員引きずり落ちてるからな。木原官房副長官、お前もや。ということで、雑にはなりましたが、僕の演説はこれまでとさせてもらいます。ほんなの。